どうも、アリスベニアノボです。どうも、アリスベニアノボです。ミュンです。というわけで、何ですか今日はマコが持ってきたよね、企画を。でもよくこんな理系集団集めたね。よくこの…普通に乗っとるだろ。よくこんな集団集めたね、本当に。キャスティング秒やろ。まあ逆にとか最近言いたい年頃じゃないですか。逆に、それはあの逆になんか俺杖打てるでしょ。だからあの2歳から言ってるよ。2歳から言ってるな、ほんま。あの普通って試験って問題を見て回答を書くじゃないですか。当たり前ですね。当たり前当たり前ですね。そうそうじゃなかった。この世の断りですね。それがはい普通ですよね。普通だってクイズ番組でさっき答えがねあるなんておかしいですもんね。おかしいですよ。さっき問題がありますよね普通は。はい、そうです。ということで今回は逆に回答から問題を導け、ヤンさん試験。いやー、だから回答は見ていいんやね。どこまで見ていいですか。か答えが6分の π だけとか言われて、結構渋いな。そうですね。まあさすがに、まあ、ある程度の情報は見せれるようにしてるんで。なるほど。なるほど。まあ、基本的にはノーヒントでやっていただく。ノーヒント。もう与えられた情報だけ。はい、与えられた情報だけ。はい。はいはい、今回はですね、まあ3人で協力して。ああ、なるほど。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 はい。というわけで、やっていきたいと思います。大変なインターマスボーウィズ、レッドロックはい、じゃあ問題配ります。そのなんかね、こう、はい、なんか自分で回答を変えていく感じなの、これは。今ゆえって言われたら、ゆえなんですけど、多分もう関数多分、もう分かります。マジで、はい、ちょ、天才。見たら分かるくないですか、これ。だからといっても俺分からんぞ、これ。え、これグラフ、何のグラフか分かんの、これ。いや、分かります。ちなみに、一旦ね、これ、議論していいやんな。はい、一応、あの、微分してみますよ。多分あれやろ、この、なんかログ系の。確かにログは入ってる。合成、なんか合成されてるっぽい感じだな。まあ普通に関数、微分系の問題っすよね。そうですね。まあおそらく犯人によると。え、でもさ、この…うわ、ついよ。あ、それ合ってる、はい、いや、合ってます。これ微分したら、見る。早っ、マジでお前。で、この場合、よくあるのってやっぱ面積とかそっち系やねんけど、はい、でも答えこれやろ。答えがそもそもグラフの図紙じゃない。そう、答えがグラフの図紙やと思うで、だから。そうそうそう。とりあえずじゃあもう一回これっていい。じゃあ。はい、じゃあこの問題の答え。できました。はい、部下の手柄を横取りしました。あ、確かに。答えは、fx イコールカッコ3引く x カッコ閉じ e の x 乗のグラフの外形を極大値が分かるように書け。その問題。はい。正解です。よし。あの回答の時間は2分ぐらいやってるけど、ね。やっともうびっくりしたもん。しかもノーヒント。関数から関数の増減、極値、グラフの凹凸を調べてグラフの外形を書けです。ああ、それやったらこれバスでもいい、よかったよ。グラフの凹凸とかまで入れなあかんくない？俺ら、我々的には。ああ、まあ確かにな。我々的には。で、グラフの凹凸ってことは、これは多分おそらく2回微分まで含めるって。そうですね。確かに。だから、三角でよかったよ、さっきの。三角やね。あの、我々プロ意識高いんで。プロ意識高い。この程度の問題やったら、一字一句外したくない。そうそう、外したくない。外したくない。グラフの凹凸が分かるように。出す側の数学レベルがちょっと低めっかい。お前そんなに言うね。ここまでまあね、デモンストレーション。例題の例題。デモンストレーションです。じゃあ、第2問に移りたいと思います。はい。おいいね。側面積。側面積。うわ、これはむずい。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 いや、これはむずいぞ。来ましたね。ついに、なんかやりがいのある。ものが来ましたよ。カッコ3って書いてあるじゃないですか。カッコ1カッコ2があったっていうことですよね。確かに。でもこれ図形問題絶対図形なのか関数なのか、しかもアルファで変化させて最大最小とかもなんか起きるわけでもなくではないんだよね。普通そういうのってさ、文字最後消えるやん。タンジェントアルファでしょ、だってってことはアルファが大きくなればなるほどやけど、アルファが90度は定義できひん状態なわけ。ってことは、こういう形ではないってこと。確かに、これじゃない。これだって、大型が90度が定義できてしまうから。2分の π の時には、側面とかがない。無限大まず、そもそも側面積っていう時点で図形画が確定させた方がいいんじゃん。この時点で円柱とか、回転体の面積って。まあ、とか回転体の側面積を聞くことなんかあるのかどうかを今考えてる。側面積が B じゃないですか、うん、A があるはずじゃないですか。ラジ A ね、はいそうなんですね。ってことは、その、まあ、立体があるとしたら、その2つで構成されてる可能性ないですか、側面積と何かっていう。ってなるとよ、
円錐は結構的を置いてると思ってるんですよ、実は。円錐ね、うん、底面が A、ラージ A、底面積が B。 まあでも、化石を発掘するってそういうことやから。そうですね。ただこれだけの情報だけで恐竜が当時何してたかを理解しないといけない。あの、実は企画名変わりまして、これ示準化石ゲームです。これ思想化石ゲームってことで、一旦さ、そのさっきの回転体のさ、説をさ、ちょっと消しといていい？傾き y イコールタンジェント α x のグラフで、 x は0から1までとします。で、そのグラフを x 軸周りに回転させた時にできる円錐の側面積を B とします。その面積はいくらですか？残念。はい、はい、OK、OK。 どれぐらいベクトルズでしたか、ちょっと AI 聞いてみる。回転体は関係ありますか？そういう問題ではありません。あー、大きい情報ですよ、これは。ありがとうございます。ってことは、やっぱ普通にやっぱ空間図形の問題なんじゃないっていう可能性も出てきたってことありますね。だから単純にアルファは多分結果として出てきただけであって、どっかの角度がアルファって定義されてる、うん、結局そのアルファが0から2分の π でなければいけないっていうのは理由ねあるはずなんで、ね、でもやっぱ円錐やったら絶対さ90度が成り立たへんから、そのこうなるかこうなるかで全然変わるから、円錐やったらそれは満たしてると思う。そうですね、円錐のだからあの先っちょの角度を2分割したら、やっぱこっかこっかがどっちかじゃん、やっぱ絶対円錐が登場するかどうか、ここなんですよポイントは。そう、確信ついちゃいますよね。ワンピースの根幹部分、いや、ワンピースはだからこれあの空白の100年の部分なんで、うん、ちゃいますって言われた時に、あ、世界がひっくり返る。世界がひっくり返る。世界が…じゃあさ、分かった、さっき大学当てようか、これ。大学だったらヒントくれるってことですか？確かに。じゃあ、ピンポン。はい、京都大学。違います。じゃあ、はい、千葉大。違います。帯広畜産大学。どこやねん。あ、ってことは室蘭工業大学。あるあるある。あーある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 。違う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 、ない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 。あるあるある。大阪市立大学。正解。大阪市立大学は僕受けましたけども、ちょっとむずいぐらい。でもちょっとガチで当てにいって。じゃあいよいよ当てにいこう。とりあえずいただきます。体積1の円錐がある。各 OAB をアルファとすると、この時図の側面積 B の最大値を求めよう。違います。あ、違う、そういうことじゃないよ。はい、でも当てたから円錐かどうかだけちょっと。円錐が関係してる問題ですか？いいえ。お、マジで？お、でかい色。でかいでかいでかい。おい、やっぱゴールディーローじゃやっぱり残りゴー。やっぱひっくり返したな、世界を。イーストブルー帰ろう。ラフで行く意味ないわ。はい、やらせてか。いや、俺も全然違う。俺のログポーズ間違ってたわ。例えば、円柱を切るじゃないですか。はいはいはい。どこで切ったかは。そうそう、どこで切る。あー、この平面の角度がアルファ。あー、その時の下側の図形の側面積をアルファで表す的な、例えばそういうこと。的な、はい。的なのに。あー、むずっ。関数が出てくるから聞いてみたいな。いや、でもやっぱそれ答える前に僕らがなんかやっぱ先行投資しないといけない。確かにそうやね。この大学の出た都市当てるわ。回答3回まで。3回まで。1回ずつとかにしてください。俺が受けた都市には出てない。これは2011に受けてる。俺2011に受けてるんやけど、以外情報ありません。2019。違います。じゃあ、はい、2017。正解。よーし、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 何の企画やん。よーし。でもさ、切断したからこそ A と B に分かれるって可能性がある。確かにあるな。切るかどうか聞いてみる、はい、この問題は図形を切る問題でございますか？はい。よーし、よし、よし、わー、ナイスナイスナイス。ここまで来たらちょっとまああとは自力でなんとかやりたいな、はい、でもあの2017当てたこともうちょっと褒めてもらっていい？ここを原点としてこういう風にしたらあの90度で切れないんで。確かに、あのタンジェントアルファの前説明がつきます。なるほど、ね、確かにな。一回発表してみるのあり、あり、はいはい。お、よし。円の底面積の部分を π とするサズのような円柱がある。図のように底面に対して角度 α の傾きで図形を切断した。上側を A、 下側を B とするとき、この B の側面積を求めよう。ただし α は0より大きくて2分の π より小さい。残念。
これはでも惜しいの残念じゃない？確かに、まあ、惜しいことやってる。だから惜しいことやってるのは残念じゃない今の。その1問目、2問目をちょっと開けましょうか。おお、なるほどね。ちょっとヒントがあるんじゃないかな。いきます、せーの、はい、切り口の面積 A。 ああ、なるほど。体積 V。 体積がそもそも3分の2タンジェントアルファなんや。すげえな、なんか π も使われてへんで。切り口の面積にね、π が入ってるっていうのが円柱はワンチャンありますよ。でも体積がなぜか3分の2単純アルファっていう π がないっていうのが、しかもここで、円柱じゃないんちゃう、ここですでにアルファが来てるっていうのもなんか感極まってきたな。これは感動する。これ混迷を、これでも難問やの。何が3分の2単純アルファ。でもさ、関数が入ってるかどうかちょっと確かに聞きたいな。だからあいつを満足させたらなんか言い方がさ、しかもなんか卑猥なのうちさ、奉仕とかさ、奉仕やめとけ、奉仕どうやって奉仕俺たち普通の言葉やからね。式が入ってるか、 X とか Y とか Z が入ってるかどうか。なるほど、入ってます。え、はい、そう言ってくれたな、今なんも奉仕してない、奉仕してない、奉仕してない。あ、ってことはやっぱ空間図形、空間図形これは結構近いはずなんやな。なんでや、マジで分からん。もうワンヒントを聞くと、 X 軸しか出てきません。軸より難しくなったな。より難しくなりましたね。 X 軸だけって、で要はそこに表記されてるのが X 軸だけってことですか。そうです。だからあれじゃない、先に図形を置いて半径の方角に X 軸を取ったとかしか書いてないってことじゃない。なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ。スーパーフィーバータイムって称して10秒間質問答え放題みたいな。はいか家でいいですか。あ、はいか家で、じゃあ言います、今から10秒間、よーい、どん。円柱は横と合ってますか。いいです。半径は1ですか。はい。円柱ありますか。はい。アルファの角度は平面の角度ですか。いやー、アルファで切ってる部分。はい。じゃあ、X 軸との角度がアルファってことですか。はい。じゃあその、でもそれはアルファは平面で10秒間経ってるけど。でもすごいこと聞いてんねんな、俺。結構半径は1ですか。はい、聞かない。半径は強くない。え、マジな話だから、半径は1の円柱を考えるじゃない、うん、1分目。で、ただ実は半径1ってこう、ここがアルファだったら、ここ1度少し見てコサインアルファ3アルファじゃないですか、はい、ここってコサインアルファ分の1になるじゃないですか。すごいことに気づいてるよ。すげえ。なるほど。こう切った場合、ここの断面積って底面積のコサインアルファ分の1倍になるはずなんですよ。おお、すげえ。ここだけ切ってるんです、ここだけ。あ、なるほど。こうすればここが2コサインアルファ分の π になります。確かに。体積 V はどう捉えるの。3分の2単純とアルファ。とりあえずでも考えたらここですよね。こう切ったらこの三角形になるはずなんで、この三角形をこういうふうに切ってみたら正しい、正しいじゃん、これ。え、なんか問題はもうほぼ正しいんだよ。まあでも、あの、俺らのこのフィーバータイムとかの、あの、やったあかんことって今が今カットでお願いします。うわ3分の2タンジェントアルファになった。じゃあ、この企画終わります。はい、はい、多分これは合ってると思います。図のように半径が1の円柱が置かれている。底面の中心を通るように X 軸に対し角度 α で円柱を切断した。切り口を A、 側面を B とするとき以下の問いに答えよ。かっこ3、 B の側面積を求めよ。98点。あ、どうだ。 α は0より大きくて2分の π より小さいとする。正解。しゃーしゃーい。当たり前すぎて言わんかったな。AI って言ったら言わな分からんです。一応、あの、円柱の高さはタンジェントアルファ以上であるとするっていう。
まあ、じゃないとだからあれね、その途中で出てきて途中で切っちゃうってことにならないってことね。確かに確かに、ほんまや。いやー、非常に難解な問題でしたね。全国大会あるの？あるな。早押し全国大会あるかもしれないね、これ。なんならもう全国の大学で入試採用していただいても。あ、確かにね、いいっすよ。ありそうやな。なんかいきなりさ、答えを配りますとか言われて、ざわざわざわってやって、問題を解きなさいみたいな、ドラゴン桜的。あ、ドラゴン桜的。確かに。ハンター試験みたいな。生徒にドッキリでそれやったらどんな反応するか見てみたいけど。確かに。今からね、テストの答え配ります。そしたら、イエーって一周。イエーって、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 それでしたっていうぐらい入れた後に、え？ごめん。問題を書き。